审视大概一分钟。山西面对山，大家好，我是山上直播。我是公公，恭喜转圈。我是三公公，我是助手。冬天了，冬天了，那应该要吃什么东西？火锅。对，Come on！今天呢，我给你们介绍一个日本的传统文化，哦，就是黑羊火锅。我怎么不知道？今天就是这样子，我们自己准备了一些材料，OK， 然后不关，关起来，好 ，OK， 什么都看不见的状态，自己放自己的素材，不错。然后什么都看不见的状态，我们一起吃，这是日本的ヤミナベ，ヤミナベ，ヤミナベ，好，我们开始，可以。我今天选的是这个咸鸭蛋，吉博的口味实在是太轻了，他居然要吃菌汤，我觉得菌汤这个火锅底料简直是反人类的底料，所以我选了稍微重口味一点的，很咸但是很好吃，流油的内容。还有一个是我最近一直在吃的，杏肉果酱，我知道大家都很喜欢杏，对不对？何入れんだろうな、次じゃん。何だろうな。对。大家都知道吧，火锅里面可以放米饭，还有可以放面，但是面包是新的挑战。我最可怕的就是共识啊，可怕的呀，这样吃都是底线，好低。哇，这个我今天选的是咖喱，因为咖喱很浓厚嘛，所有的味道会变成咖喱。然后另外一个是这个乌龟腿。袋子，对，那个ビニール袋，对，这个声音是袋子，对，嗯，哎，哇，哪个东西呢？哎，这一看就是哪有的？你是在涮还是这个东西它在动呀？怎么了你们？是不是你攻击？不是，是不是你？不是，从刚才开始，今天我买的东西是第一个我最喜欢的オリオンパイ，还有第二个是デデン，おかげの燻製，这个身体很好，身体很好，哎呀，これも楽しみですね。哇，这个塑料的声音，那个，哎，我觉得这个塑料声音有点熟悉，难得兄弟，对，做了这个。ちょっとじゃあ、そろそろ
電気つけてみようか。電気つけてみようか。電気つけてみようか。3、2、1。あー、うわー、目が。あー、ちょっと。おー、なんだこれ。おい、おい、なんだよ。イカの足です。イカの足でけえよこれ。なんだよ。DJ ハー。余裕。おお。さあ、待って、これこれ。うわあ。なんか、うわ。どうぞ、これ。そう。これどう？あのさ、一番びっくりするのがさ、もうこの頭がさ、宮崎さんとかないんだよね。いやいやいや、まだある、まだある。まだある。まだある。もう行ったのかと思って。これ二番なのこれ。だねーな、この鍋。なにこれ、残飯じゃん。全部ハンのせいだよこれ。そうだ、ハン溶けてなんか汚ねー。よーちゃお、よーちゃお、よーちゃじゃないでしょ。よーちゃじゃないでしょ。これおはようか。マジでこのパンはちょっとマジでなんかすげーカレーの風味がカレーパンにチョコに酸っぱい。これが日本の伝統トラディショナル。トラディショナルポット。な、順天なるし、違う。これが日本の伝統料理です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 。一番日本のやっぱだ、これね、これもファンもね。なし、火を使うときは、また一緒にね、またやりましょう。ちょっと待って、これ舐めてね、やっぱりね。これが舐めてね。な、金華中もおめでとう。チェガピーター、マシャツジオ、バイバイバイ。いくらしたの？2個で50。スルメイカみたいな感じですけど。スルメイカじゃないでしょ、これ。谢谢收看《闪闪直播》的视频。如果你喜欢，就订阅一下我的频道。还有，希望在 SNS 上把这个视频分享给你们的朋友们。